すいません。はい、ご注文の方決まりですか？ Oh, sorry, I don't speak Japanese. 彼女は日本語がわかんないんですよ。今日のおすすめは何ですか？すいません、ちょっと英語わかんないんで。でも今の日本語だったよね。そうだよね。彼らのご注文の方は、いえ、だから彼女はアメリカ人なんやって。そうそう、日本語全くわからへんねん。うん、そうだよ。お連れの方たちハンバーグですかね、やっぱり。え、ハンバーグ？つまりですね、いいですか、彼女は日本人に見えるかもしれませんが、育ちはアメリカです。日本語は全く喋れません。僕らは確かに外見と言葉のギャップがあります。でももう21世紀、外見とアイデンティティは違うということを我々現代人は認めるべきです。そうだ、その通りだ。うん、僕は今日本語で喋っています。日本語は母国語です。生まれも育ちも千葉県の阿波鴨川市、漁業の盛んな落花生の産地です。美味しいね。スポンサーチームは日本ハムファイターズです。ファイター！ですからどうかお願いします。僕らの日本語を聞いてください。お願いします。お飲み物の方決まりですか？マジかよ。エビフライ定食。エビフライ定食一つ。一つ。はい、かしこまりました。エビフライ定食一つ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。